れてごめんね。出るとき生徒に相談されちゃってさ。最近多いんだ。ちょっとは頼ってもらえてるのかな。これまで適当やってた分、頑張って取り返さなきゃね。真面目すぎないからいいんだって。ズボラなイメージも役に立つもんだね。ああ、それでね、今日は教師として君に言わなきゃいけないことがある。君と一緒に過ごしてとんでもないことに思い当たったんだ。あんな危険なこと見逃せないよ。君ってさ、食事が適当すぎる。もっと栄養に気を使いなさい。次に掃除ね。掃除、ほこりがたまりやすい部屋なのに爪が甘い。お客さんだったから我慢してたけど、ちゃんとしないとダメなんだからね。よろしい。10代の時期っていうのはね、勉強よりも優先すべきことがあるの。ああ、あとそうだ、これも言っとかなきゃね。君、噂の回答なんでしょ。だって高瀬さん夫婦だけ、私にとって都合良すぎるもん。私の都合を知ってるのは君しかいないじゃない。伊達に長く生きてませんから。安心して、バラすつもりなんか全然ないし。いろんな評判あるけどさ、怪盗団は私みたいの助けてるんでしょ。君らしいよね、そういうの。最初は前歴ある問題児とか思ってたけど、一緒に過ごしてきた今なら納得できるんだ。私応援する。君は単なる生徒でもお客さんでもない。教師としての道を気づかせてくれた子だもん。どんな生徒も見捨てない新しい道を。うん、今度こそ生徒のために、君のためにね。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、節制の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。さて、それじゃあ早速単語50個言ってみよう。落第はまずいでしょ。今日はがっつり終電までいてあげるから。